ですけれども、ロシア の, あの戦車ですね。あのアメリカがあの武器を提供してくれたジャベリンで、壊されたものらしいですね。全部で10台ぐらいあると思いますけれども、中はこんな風になってる。エンジンがね、すごい大きいの。比較的これがすごいあの綺麗に形残っているんで、ちょっと見てみましょう。中はこういう風になってます。かなりちゃんと形残ってますけれども、これはまあ操縦席ですね。そう、かなり中もかなり原型をとどめてますね。近く見たらこんな感じですね。でこれがまあエンジンですね。めちゃくちゃ大きいです、エンジン。こんな感じでロシアの戦車はまだ遺棄されてますね。